皆さんお久しぶりです。佐藤美穂です。つれづれなるままに心の歌を歌っております。今回は北原白秋作詞、山田耕作作曲の待ぼうけを取り上げました。この歌は1924年大正13年に満州唱歌の一つとして発表されました。畑仕事をしている人が偶然ウサギが木の根っこにぶつかり死んでしまうという幸運に恵まれます。このことから待てば獲物が来ると楽観的に考え、畑仕事をせずにただ獲物が来るのを待つようになります。しかし結局何も得られず畑も荒れてしまったというお話です。ここでは偶然の幸運に頼り、七夕を期待するのではなく地道な努力をすることの大切さ、楽観的な考えを持つことは良いことですが現実を見失ってはいけないという教訓、時は待ってくれないという事実、偶然の成功体験に執着して新たな行動ができなければ結果として何も得られないことを語っています。中国戦国時代末期、紀元前3世紀に韓非子という法家によって書かれた古事をもとに作られたこの童謡に普遍の真理が感じられますね。それではお聞きください。待ちぼうけ、待ちぼうけ、